ホルドット1ゴールデンチャイルド、デビューからメンバーが成長したことは、みんなイケメンになった、インフィニット、E を要する WOOLLIM エンターテインメントから昨年8月にデビューした10人組ボーイズグループゴールデンチャイルド。韓国歌謡界を100年間導き、今後100年間音楽のトレンドをリードする逸材的存在の子供たち、その意味が込められたグループ名の通りに、圧倒的なパフォーマンスと愛らしく爽やかなルックスで人気急上昇中の彼らがクスタイルのインタビューに初登場。日本のファンの印象や、メンバーの意外な素顔などについて、たっぷりと語ってくれた。プレゼント、ゴールデンチャイルド直筆サイン入りポラを2名様に、応募はツイッターをフォロー&ツイート、ファンの皆さんをゴールデネスと呼ぶことができて嬉しかった、マイナス5月末に開催された、ゴールデンチャイルドファン、ミーティング、ゴールデンデー、インジャパン、で名古屋、東京、福岡、大阪を回りましたが、印象的だったことは、スンミン、僕たちのファンの皆さんの呼び名がゴールデネスに決まってから初めてのファンミーティングだったんです。だからファンの皆さんをゴールデネスと呼ぶことができたのが嬉しい瞬間でした。僕たちの曲を韓国語で一緒に歌ってくれたことも印象的でした。で夜、まだ正式にデビューしたわけでもないのに、地方でもファンミーティングができて、そして多くの方がいらしてくれて驚きました。曲が始まると立って応援してくれたことにも感謝しています。曲ごとに応援法、掛け声、があるのですが、それもすべて覚えてくれていました。チャンジュン、福岡や名古屋の方々は、ある意味、僕らのことを知ることすらも難しいと慕うのに、多くのゴールドネスの方々が来てくださったので、とても驚きました。僕らを見て涙を流している方もいらして、僕たちのために泣いてくれているんだ、と思ったら感動して僕たちも泣いてしまいました。様々な感情が混ざって涙が流れました。チボム、その地方の方言で話したら、ゴールドネスの方々が楽しんでくれたので気分が良かったです。インフィニティの弟分ということで、インフィニティのファンからも愛されているようですね。正確にはわかりませんが、やはりでヨル兄さんがソンヨル先輩の弟でもある。ので、僕たちのことも一緒に応援してくれている方がいらっしゃるようです。スンミン、この間、ソンギュ先輩のソロコンサートにゲストとして出演させてもらったのです。観客の皆さんが僕らのことを大きな声で応援してくださったのが嬉しかったです。日本を満喫。メンバーがお気に入りの食べ物やアイテムは、今回のファンミーティングツアーでは、初のオリジナルグッズも発売されましたね。ケヒヨン、ペンライトにバッジ、ワッペンもありました。チュちゃん、僕らもお金を出して買いたかったです。チャンジュン、とても可愛いグッズだったので、購買意欲が湧きました。チボム、ドンヒヨンくんが、カバンの中にペンライトを入れています。スタッフの人に頼んでもらったみたいです。メンバーの中で唯一ドンヒヨンくんだけが持っているんですよ。ドンヒヨン、今後、出してみたいグッズは、チュちゃん、僕は自分が描いた絵をグッズにしたいです。タック、ジュちゃんはファンミーティングでも絵を描いたのですが、すごくうまかったんです。
グッズにしたらきっとファンの方々が喜んでくれると思います。日本各地を回って美味しかった食べ物はありますか？で、夜、福岡でと、骨ラーメンを食べましたが、とっても美味しかったです。ラーメンは地方によって麺やスープが違うと言いますが、僕らはどれも口に合いました。はい、僕もラーメンと寿司は渋谷で食べました。韓国で食べるものとは全然味が違いました。ぜひ4、僕も豚骨ラーメンが好きです。ポミン、僕は一蘭のラーメンです。美味しいお店だと聞いていたので、すごく楽しみにしていたのですが、期待以上に美味しくてびっくりしました。チャンジュン、福岡でラーメンと一緒に食べた餃子も美味しかったです。ポミン、大阪の焼きそばも美味しかったです。店員、そう。焼きそばも美味しかった。ちゅちゃん、僕も大阪でお好み焼きを初めて食べましたが、ちょっと韓国の、ピンで溶く、緑図粉で作る韓国風お好み焼きにも似ている感じでした。チボム、マヨネーズをかけて食べるとより美味しかったです。タック、僕はたこ焼きです。食べたことはありますが、大阪で食べたのは初めてでした。大阪はたこ焼きが有名だから食べたかったんですけど、食べられてよかったです。買い物はしましたか？スンミン、渋谷のドンキホーテで加湿マスクとか、こんにゃくゼリーを買いました。ポミン、僕はスリッパを持ってくるのを忘れたので買いました。はい、ドンキホーテのスリッパは最高ですよ。で、夜、僕はちょっと高いシャープペンを買いました。日本語の勉強を一生懸命やろうという思いを込めて、良いものを選びました。はい、僕は日本のコンビニでいろんな種類の飲み物、パン、お菓子をたくさん食べました。オンヒヨン、僕もコンビニによく行きました。ヤクルト味の飲料水と、桃の天然水が好きです。それぞれに雰囲気が異なる活動曲。メンバーがお気に入りの曲は、デビューしてからこれまでに、ザムDADI、It's You、Ready で活動してきました。それぞれ雰囲気が異なる曲ですが、どの曲が一番好きですか？ぜひ4、僕は、ザムDADI、です。中毒性があるし、ダンスも特徴があって僕らの魅力が出ていると思います。で、夜、デビュー曲ということもありますが、野球のユニフォームが曲の雰囲気とマッチしているので好きです。チボム、僕らの、チャイルド、らしい姿をお見せできる曲だと思います。チュちゃん、僕は、It's You が好きです。多くの方々が楽しくステージを見てくれたし、僕らならではの明るい姿をお見せできたのではないかと思います。はい、僕も、It's You です。学校を卒業したメンバーにとっては制服を着ることが最後かなと思いますし、ゴールデンチャイルドは爽やかで可愛らしいビジュアルのメンバーが多いので、曲の雰囲気に合っていると思います。チャンジュン、僕は、レディー、です。僕らは、チャイルド、ではありますが、レディー、では少し大人っぽい感じで、切なさを表現できたのが良かったです。タック、今までのゴールデンチャイルドのイメージとは違って、大人っぽくなって、かっこよくなった気がしました。
オンヒヨン、ピアノの旋律に合ったダンスの雰囲気も素敵だと思います。スンミン、これまでは楽しく爽やかなイメージが強かったのですが、この曲で新たな面を見せることができたと思います。ポミン、お兄さんたちの男らしい姿が見せられる曲ですし、ボーカルラインであるジ、イーさんやワイニーさんの声が生きて、歌詞をうまくお伝えできている曲です。デビューから9ヶ月で成長した部分は、みんなイケメンになった、デビューから約9ヶ月が経ち、ましたが、デビューしてからメンバーのここが変わった、成長したという部分を教えてください。たくさんありますが、まず、メンバーが全体的にイケメンになったと思います。特に誰がかっこよくなったと思いますか？チュちゃん、ジボムさん、タック、ワイさん、ジェ、ヒヨンさんかな？でも全体的にみんなかっこよくなったから、それが僕の自慢なんです。では、最初に一番垢抜けていなかったのは、ジャンジュン、ジボムさん、店員、爆笑、ジボム、涙。え夜、それは冗談で、デビュー当時はすごく緊張していたので余裕がなかったのですが、今は、少し慣れて、気持ちの余裕もできて、より自然な姿でステージに立てるようになったと思います。チュちゃん、今は緊張よりも楽しんでやれるようになりました。そして、このようにインタビューを受けるときも、最初は緊張して言葉が詰まっていましたが、今は少しリラックスしてできるようになりました。ジャンジュン、メンバーそれぞれが担当していることについて、全体的に成長していると思います。ボーカルの子たちは歌声に磨きがかかったし、ラッパーたちは歌詞を自分たちで書くようになったり、ラップスキルも上達しました。ジボム、練習生の時と比べると、デビューしてからより一層メンバーの絆が深くなったというか、また新しい絆が生まれて団結力が強くなったと思います。マイナス4月には、KCON JAPAN のステージにも立ちましたね。スペシャルステージでボアさんのアトランティスの少女をカバーしたのが印象的でした。チュちゃん、大先輩の曲をカバーすることはプレッシャーでもあり、責任感を持たなくてはいけないと思いましたが、僕らだけのスタイルで再解釈しようと努力しました。ジボム、曲が明るい曲なので、僕らも自然と笑顔で踊れたようです。また、日本ではリリースイベントを行い、ハイタッチ会、握手会、サイン会などもしましたが、印象的だった出来事は、ジャンジュン、例えば大阪ではファンの方が、好きやねん、って方言で言ってくれたりとか、とても楽しかったです。そしてきちんと秩序を守って列を作ってくれるので、僕らも気分が良くて、楽しい時間を持てました。チュちゃん、片言の韓国語でも、気持ちを伝えようとしてくれていることが伝わってきました。愛してる、とか、楽しかった、とか、最高、と言ってくれたのが嬉しかったです。タック、来てくれてありがとう。日本語を話してくれてありがとう、という言葉が、とても力になりました。ライター、阿部優子、撮影、浅岡英介。